はい、どうも、沖縄の鈴木です。マインクラフト、今日もやっていこうと思います。チャンネル登録者数がですね、まあちょっと言い忘れましたけど、先日1400名を突破することができました。というわけでね、今回は、何しようとして、あ、そうそうそう。ここね、トロッコレールを作って、向こうの、はい、拠点まで、あれ?なんかいる。あいつ、新しいやつ。よし、やっとこう。よし!よいしょ!よいしょ!よいしょ!こいつね、確か、昼間でも死なないゾンビなんだよね。さて、というわけで、こちらの拠点から、向こうのエンドに行ったところの拠点までをね、なんかいる。なんかいる。ついてきてるか。よいしょ。よし。うん。よいしょ。はい。というわけで、こちらの拠点から、まあ、この間、エンドに行った拠点までを、ネザー経由だけでなく、なんとかこう、トロッコとか、道を作って、つなげていこうと思ってるんですね。で、どっからだ?どっから?お?もういいや。座標を調べたら、その、柱が立っているところから、左にまっすぐ、はい。そういう位置関係だったんで、なんとかね、まあ、道を作っていこうと。で、ちょっと、今回は下見だね。まず、ここどうしよう。削る?トンネル掘る?どうしよう。おや?どうしようかな。トンネル掘っていくか削っていくべきか。それかその上をまたぐような感じで道を伸ばしていくべきか。そしてここは橋作んなきゃダメだね。よいしょ。この辺りの木も切りつつ。結構やること多いな。で、今みたいな感じな道にするか、それか、ちょっと高いところに道を作るか。迷う。とにかく行ったり来たりが割と、多かったので、なんかね、行きやすいようにしたいんだよね。さて、それでだ。こちらにも村があって、でこことも繋げたい。はい。というのはですね、ちょっとチェックしてなかったんだけど、師匠多いんです、結構この村で。どういうのを持ってるのかちょっとねチェックして回ってこよう。そう、ね、もう師匠早速一人見えてるし、この人はおお、いいね。で、うん。で、他、師匠。師匠、あれ?前見たとき、もうちょっと痛いような気がした。あ、来た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 。こいつこいつ。この人は?おー。いいな。シルクタッチは欲しいんだよ。お、こっちにもいた。おー、なるほど。攻撃してレベル上げることで、あ、いたいたいた。修繕が欲しいんです、とにかく。ここ、師匠の多い村だな。ちゃんと湧き潰しして、次回あたりかな。あ、こっちも。湧き潰しとかして師匠を守りたいね。で、もうちょっとレベル上げをして、ちょっと、本をたくさん、特に修繕が欲しいです。とにかく修繕が欲しいんです。まあ、それもやっていきたいんで、道をちゃんと繋げていきたいね。どうしようかな。ちょっと高い道を作るか、それとも普通に地面に沿って道を舗装していくか、悩む。マジで悩む。
まあ、とにかくこっちにまっすぐ進んでいくと、あれが、あ、ここどうしよう。ぶちぬ、回り込むしかないかな。うん。それでまっすぐ行くと、あれ、そろそろのはずなんだけど、前、エンドに行った時の拠点が、あらららららら、どこだ。ここも越えなきゃなんないか。おかしいな。そろそろあったような気がしたんだけど、あれれれれ、ないな。あれ、座標間違ってた。いや、そんなはずはない。あ、ピラミッドもまだ見てる。あった。はい、そう、この辺りに出てくるんですよ。それで、この村ね、あった。ここからね、道が出てるんで、この道にこう、うまく繋がっていくような感じで道を作っていきたいですよね。ちょっとここ邪魔かな。ここはなんとかこんな感じで、これを普通に道にするか、ちょっとあの高い、まあ、モンスターが湧かないような、湧くか、モンスターが出てこないようなあれにして、こうトロッコレールを引いていくか。まあ悩みどころです。いい案があったらよろしくお願いします。まっすぐ、こっからこう出てくると、それでだ、今回ちょっとまた石が足りなくなってるんで、廃坑、あった、こちらの廃坑でいろいろ集めてこようかな。あ、レールも回収してきます。おや、行き止まり。あそこに松明だったってことか、来たことあるんだ多分。あれ、この廃校どこまで来たっけ、覚えてない。記憶で見かけて U ターンしたような気がするんだけど、ところ松明あるってことは、多分材料集めで来てるかもしれないですね。もう記憶にないっすね、この廃校はどこまでやったか。石とか、石炭とか、鉄っていうかダイヤが本当に不足してるんで、まあいろいろと素材集めをしたいんだよな。でこっちが行き止まりだったから、こっち行くか。やっぱり来てるよね、はい、まつついてるし。向こう側から行こう。どうしよっかな。あら、ゾンビの声が。おや、どうしよっかな。まあ道を作ろう。ゾンビが来たし、そしてこっちもまた行き止まり。なんか変な廃坑。廃坑なのに、さっきのゾンビとこ行った。あら？あ、いた。よし、やっとこう。よいしょ。さあ、来い。よし。何引っかかってんだよ。よし。じゃあ、こっち、あった、こっちもつながってそう。よし。じゃあ、この辺りも、おや。なんか砂であっちこっち埋まってる、結構めんどくさそう。やめて帰ろっかな。
なんてわけにもいかないし、まあタイマーつけながら、うしょ、あっつ、あう、うん。そしてなぜかの最近マインクラフトやってると微妙に 3D 酔いする私でございます。なぜだろう、微妙に酔うんだよね、微妙に。まだ風邪が完全に治ってないんだな、きっと。クモスポナーどうしよう。邪魔だ。あ、向こうから来やがった。よいしょ、いっす、いっす、よいしょ、えい、クマやった。この辺り片付けて、湧き潰し、まあ、こんなもんでいいか。特にこのスポナーで何かする必要はないよね、ないよね。よし、こっちから、どんどんちょっと奥に行こう。やっぱ雲の巣多いな。え、向こうまでずっと続いてる。ええ、まさかこの先にも雲スポナーある。雲スポナーあるんだったら光ってなんか赤く光りそうだけど、なさげだな。モスポナーはなしってことで、OK。砂邪魔。ったく。ゾンビの声もどっからか聞こえてきてんだよな。おや？ちょっと待って。ゾンビスポナー。やべ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 。え、ちょっと逃げ、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 やばい、やばい、やばい、ちょっと待って。あ、防具何もつけてないんだ、やばい。やばい、どうしよう、どうしよう。とりあえず食って。食って。回復、回復、回復、回復。あ、なんかゾンビ引っかかってるぞ。よし、今のし。よし、あ、3匹だ。よし、やばいよ。引っかかってるし。クモの巣に引っかかってる。よし、今のうち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 。よいしょ。お、もう一匹。よいしょ。よいしょ。よし、よし。やった。さて。ちょっと待って。向こうにゾンビスポナーがあった。どうしよう。ちょっと。中身をチェックして、ここも湧き潰し、湧き潰し、チェストの中は、ま、骨とか肉とかいらないよな。こっちは、はあ、ますます、まあ、そんな感じのもんか。じゃあとりあえず、長くなりそうなんで今回はこんなところで一旦終わりにします。この後もちょっとこの辺りでいろいろと資源集めをして、あ、こっちもう行き止まりか。あ、向こうがなんかありそう。そうなので、この辺りちょっとね、いろいろと資源集めをして、帰っていこうと思います。よろしければチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。というわけで今回はこの辺で、それではまた。今回はチャンネル登録の方法をご説明いたします。パソコンの画面からの場合は、画面の右上、こちらにですね、チャンネル登録というこの赤いボタンがあります。これを押すだけ、これでチャンネル登録が完了いたします。そしてスマホからの場合、これはですね、まあ、スマホから、YouTube のチャンネルの方に移動すると、はい、このように、タイトル名の下にチャンネル登録という赤い文字があるので、これをタップしてください。これだけでチャンネル登録完了でございます。
よろしければぜひこのチャンネルへのチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは